ウナイサウルスは、流脚形類恐竜の属であり、基地では、最古の恐竜の一つである。1988年に、ブラジル南部、パレオロタジオパークで発見され、2004年12月3日、火曜日に、記者会見で発表された。原流脚類として知られる、草食恐竜の一種であり、ドイツで発見された恐竜と特に近縁である。 このことはこの時代これらの種が超大陸パンゲアウエを拡散するのが容易であったことを示している。大抵の初期の恐竜と同じように、ウナイサウルスは比較的小型で二足歩行であった。体長2.5メートル、体高70から80センチメートル、体重70キログラムほどであった。化石の保存状態はよく、ほぼ完全な頭骨、完全な下顎、多くの骨が、 関節状態な部分骨格が発見されている。現在までのところ、ブラジルで発見された恐竜の化石としては、最も完全な状態である。ウナイサウルスは三上気候期カルニア期もしくはノルニア期に生息していた。発見地であるブラジルは、この当時アフリカ北西部と地続きであった。全世界が結合していた、超大陸パンゲアからちょうど、 このゴロキタのローラシアと南のコンドワナに分離し始めていた。ウナイサウルスはブラジル南部リオグランデドスル州サンタマリア近郊で発見された。化石はカトリタ類層のレッドベッドから発掘された。この地層はサトルナリアなど同様に古い恐竜の産地でもある。最古の恐竜もここや近郊のアルゼンチンで発見されている。このことはこの地域が 最初の恐竜の発祥地であることを示している。ウナイサウルスはブラジルで発見された初の源流脚類である。源流脚類は半二足歩行の草食動物で後のより進歩した流脚類と関連がある。流脚類にはブラキオサウルスのような地球上を歩行した史上最大の生物が含まれる。スタウリコサウルスや他の初期の恐竜がこの近郊発見されており、 また1999年に記載された別のブラジルの恐竜テイワスも原流脚類である可能性がある。しかし期待に反してウナイサウルスに最も近縁な種は南アメリカでは発見されなかった。2億1000万年前にドイツに生息していたプラテオサウルスが最も近縁であったのである。このことはこの種がパンゲアを渡って移住することが容易だったことを示す。 俗及び種は、ルチアーノ・エリール、セルジオ・エーケア・ジー・ボド、アレクサンドル・ダブリュー・エーケルナー、及びティラ・エース・ダ・ローザにより科学シズタクサの2004年10月18日の号で公式に記載された。俗名は、トゥピ語で、黒い水を意味する、姉に由来している。これは、化石が発見された地域のポルトガル語の地名アグア、ネグラにちなんだものである。 種商名トランティーノイは1998年に道端で化石を発見したトレンティーノマリフィニに懸命されたものである。ありがとうございます。